痛くなったらメルセデス。にゃしょうもな。大チャンネルです。ばっか久々に言った今のセリフ。ずーっとね、最近はね、僕の名前はカイカイケルっていう風にね、言ってたんですけども、痛くなったらメルセデスは何年ぶりだっていうぐらいの感覚ですね。はい、まあそれは一旦置いておきましてですね。皆さん、やばいですよ。日本シリーズ、ついに DeNA ベイスターズが王手をかけました、本日で。いや、今年の日本シリーズね、何がおもろいかって、ビジターが全部勝ってるんすよ。だこれすなわち、ホームゲームで一回も勝ってないっていうね、お互い。1戦目、2戦目は横浜スタジアム DeNA の本拠地でソフトバンクが2連勝して。まあ、このままソフトバンク本拠地に帰るし、このままの勢いでもう4連勝とかいっちゃうんじゃないかっていうね。そこもあったんですけれども、DeNA がまさかの3連勝でね、2勝0敗からね、福岡だったんですけどね、まさかの DeNA の方が先に王手をかけるということで、これも非常に面白い、日本シリーズになっているんじゃないかなと思っております。まあちょっとね、仕事の関係で、3戦目4戦目5戦目、この福岡のところでは、まあ、生配信等をね、できなかったんですけれども、今日でね3勝2敗になったということで、まあ昨日ねベイスターズが勝利した瞬間にもう一度ね横浜スタジアムに帰って、まあ第6戦が行われることが、まず決定をしたということで、まあ先ほどね、コミュニティの方で僕大チャンネルからまあちょっとしたご報告がありますという風にね、言ったんですけれども、1戦目2戦目僕ね観戦生配信の方やっていましたんで、まあそこではね、ちらーっと、言ったので、まあ配信をもし見てくれた方はねお分かりいただけると思うんですが、土日の日本シリーズ第6戦第7戦現地行ってきます。実はですね、僕ロッテファンになったのがまあ2011年からなんですよね。主に日本シリーズ1回も行ってないんですよ。現地すら行ってないんですよ。まあ、毎年こう日本シリーズとかがね、行われている中ではありますけれども、日本シリーズっていうものを見ること自体、人生初なんですよね。まずはそれを楽しみたいっていうね、日本シリーズの雰囲気っていうのを一旦味わってみたいっていうところがまずあります。それからね、先日動画出したかと思うんですけれども、ちょっと DeNA の下克上を見たいなと。もう見れば見るほどね、DeNA の恐ろしさ。うん、もうこの打線を見れば、そりゃロッテ今年3立てされるわ、みたいなね。そんな感じの打線ですよ。でもね、リーグ3位だったわけですよ。なんでここまで強いのかっていうね。まあやっぱ DeNA の勢い、底力っていうところがね、あるんじゃないでしょうか。だからね、ビジターで3連勝もできるんだなっていうね。そんな怖い怖い DeNA ベイスターズさんでございます。で、こっからね、横浜スタジアムに帰るということで、この6戦目、7戦目に関しては、現地観戦行きたいと思います。でね、まずね、誰と行くのかっていうところについて、お話ししていきたいかなというふうに思うんですが、まず第7戦から発表していいですか。第7戦、この日本シリーズ最終戦、今年の全プロ野球日程の最終日は、師匠と一緒に、現地観戦していきたいと思います。はい。いやー、もうまさかね、もうロッテもオリックスもシーズンが終わってて、もうロッテもオリックスも何にも関係ない状況の中ね、この師匠のBモレルさんと一緒にプロ野球の全日程最終日をね、共に過ごすことができる機会をいただきまして、ここはね、全力絶叫 YouTuber 二人で最後の日本シリーズね、モレルさん、まあ、どっちかって言ったらホークス側で、僕がまあ DeNA 側なんで、まあちょっとバチバチになる可能性は十分にあり得るんですけれども、まあ最後のね、日本シリーズ、2024年最終日、楽しんでいきたいかなというふうに思います。で、6戦目に関してはですね、先日一日店長の時に来てくれた、まあ、ホークスファンのね、YouTuber であるんですけど、ともひこくんと、第6戦に関しては、行かせていただきたいと思います。まあ、現地で一緒に連番で見る、それでコラボするっていうのは、まあ、初めての、ことじゃないかなと思いますんで、お互いいい動画が撮れればなというふうに思っているんで、ぜひその2日間ね、現地観戦、それから同行者の発表でございました。最後の最後までね、僕はもう本当に第7戦までもつれてほしいっていう気持ちあります。 DeNA が下克上やってほしいっていうこともね、もちろん頭にあるんですけれども、できればやっぱ日本シリーズ2試合見たいじゃない。2試合一応行ける権利を得ているので、できるだけね、この日本シリーズっていうのをできるだけ満喫したいっていうところね、あるので、ぜひね、この第6戦と第7戦は思いっきり楽しんでいきたいと思っております。はい。で、まあただ心配なのがですね、まあお気づきの方も何人かいらっしゃるとは思うんですけれども、天気が地獄です。第6戦と第7戦の天気がマジで地獄です。しかも今横浜スタジアムなんで当然屋外になるので地獄です。中止も全然ありえます。
あの何年か前にあったあの土砂降りでクソ水たまり溜まってる中の甲子園みたいな試合になる可能性もあります。はい、もう打った瞬間あの水でボール止まるみたいな、その可能性も十分にあります。はい、それか中止になるか、やる方向はやる方向、まあもう本当に無理ってなったら中止になるとは思うんですが、でも中止になるぐらいの雨降るぜ、見てよこれ、これやばいっしょ、この雨の量。土曜日も日曜日もさ。だからこれ仮にね、土曜日日曜日雨が降るっていうことになれば、月曜とかの振り替えになるんですよね。まあどっちかはいけるんですけど、どっちも雨で流れたってなったら多分月替になるでしょ。これいけないんですよ。だから頼むからどっちかやって。うん、で月曜日で、最悪本当に、シーズン、完結できるように、お願いしますよ本当に。だからまあ土曜日が結構ねあの雨の確率的には高いので、土曜日第6戦の予定が流れて、日曜日に第6戦、それから月曜日振り替えで、第7戦っていう風に、なる可能性も十分にあるのかなと、個人的には思っておりますが、邪魔すんなよ雨。DNA 応援してるけど、あの天気はよ、 DNA ベイスターズのチームカラーと一緒に並んでいいんじゃい。頼むから本当邪魔しないでくれ、俺らの観戦の邪魔をしないでくれ本当にね。最後の最後でさ、まあありがたいことにね、今年千葉ロッテマリーンズに関しては143試合中止なしでね終えることができましたよ。でもさ、人生初めての日本シリーズでもさ、そうやって邪魔してこなくてもいいじゃない。そこはちょっとさ、あの空気を読むっていうか、あのぜひ天野選手にもちょっと大人の対応をしてほしいですね。ぜひそこら辺は、天野選手、まだ僕は信頼してるんで、あなたのことをね、本当に初めての日本シリーズなんで、見に行かせてください、よろしくお願いします。ちょっとねここでお着替えタイムに入りたいと思います。3、2、1、よいしょ。はい、着替えてきました。さあ日本シリーズベイスターズを応援するということで、ホームゲームなんで白いユニフォームだと思うんですけれども、ちょっとね好きすぎて、ちょっと青いユニフォームを買ってしまいました。はい、そしてね誰のユニフォームなのかっていうところがね、皆さん気になるとは思うんですけれども、見てわかる通り99番。まあ、昨日ねあのサークルチェンジの方に行かせていただいて、まあ、とあるユニフォームを買っちゃいましたっていう風にね、それでありがたいことに視聴者さんなんかもいたんですけれども、みんな大体の予想があの千早でした。ちなみにあのモレルさんもその時に絶対あれやん絶対あれやんっていう風に言ってて、そのあれが、千早でした。モレルさんも、千早と予想していたんですが、千早のユニフォーム買いませんでした。買ったのは99番、あのフォードだと思うじゃないですか。一瞬でもデザイン違いませんか。よーくねここ見てみるとね、これ70周年のね、あの、ベイスターズのユニフォームなんですよ。その時の99番といえば、バーボーで二人、バーボーで二人、おー、そうだ。はい、ということで、やっぱロッテ魂は忘れちゃいけないなっていう風に思いまして、このネフタリソト選手のユニフォームを買わせていただきました。はい、これで現地行きます。横浜ベイスターズは応援しますけれども、ロッテ魂は忘れちゃいけないなということで、ベイスターズ時代の、ネフタリ選手のユニフォームで、応援していきたいなと思います。という感じで日本シリーズね本当に楽しみなんで、まずはね雨が降らないことを祈りつつ、ネフタリに届くように、まあ、ネフタリ来年もロッテですけど、多分ロッテユニのね、2人もいずれ買うと思うんですけどね。まずは、この2024年、楽しんで楽しんで完走できるように、頑張っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ということでベイスターズファイティング。